キングプリンス、オリコン上半期ランキングで圧倒的な成績を収める、トータル売上史上最高額184.1億円と七冠に輝く、長瀬角、5人とファンの賞、アイドルグループ、キングプリンス、通称キンプリが、2023年のオリコン上半期ランキング、集計期間、2022年12月26日から2023年6月19日で大成功を収めました。 彼らは史上最高金額となる184.1億円を売り上げ、アーティスト別セールス部門のトータルランキングで1位を獲得しました。さらに、作品別の売り上げ数部門でも7冠を達成しました。上半期シングルアルバムランキングの同時1位獲得は、男性アーティストとしては伝説の先輩グループ、光源氏以来35年ぶりの快挙です。金プリは2018年に、 アーティスト別セールス部門新人ランキングで1位を獲得した経験がありましたが、今回のトータルランキング1位は初めての快挙です。また、13年に嵐が記録した期間内売上109.5億円を塗り替え、史上最高額を達成しました。この売上が100億円を超えたのは、嵐以来のことであり、この偉業を達成したのは金プリと嵐の2組だけです。さらに、作品別売上数部門でも、シングル、 ライフゴー o ーンスラッシュ・イェア・ヤングがシングルランキングと合算シングルランキング、アルバム、ミスター・ゴーがアルバムランキングと合算アルバムランキングで1位を獲得しました。さらに、ファーストドームツアーの映像作品も DVD、ブルーレイディスク、BD、ランキング、ミュージック DVD、BD ランキングで首位を獲得し、計7冠となりました。長瀬角24は喜びを語りながら、 今回のオリコンさんの中で一番大きな賞をいただいたのだと聞きました。本当に僕らがこの賞を受け取ったのか、まだ実感が湧いていません。そして、作品別売上数部門での七冠という、その数の大きさも実感が湧いていませんと述べました。なお、5月22日にはメンバーの平野史洋26、岸優太27、神宮寺優太25の3人が脱退しましたが、長瀬角は、 今回いただいた賞は、僕ら5人と応援してくださっているファンの皆様と一緒に達成した賞だと思っていますと強調しました。これからも感謝の気持ちと、この賞をいただけたこと、これまでの金プリの歴史に誇りを持ちながら、ファンの皆さんと向き合いつつ、全力で楽しんで一つ一つの困難を乗り越えていきたいですと決意を新たにしました。橋山24もまた。 こんなにもトロフィーが並ぶ光景を見たことがありませんし、びっくりしました。このようなショーは、キンプリファミリーが長年にわたって築き上げてきた歴史の上にあるものだと実感しました。この結果をさらに超えるように頑張っていきたいです。次は休館を目指します。笑い、と宣言しました。キングプリンスの圧倒的な成績は、彼らの才能と努力の結晶であり、ファンの熱いサポートの結果でもあります。 彼らはアイドルグループとしての地位を不動のものとし、これからもさらなる飛躍を遂げることでしょう。今後の彼らの活躍にますます目が離せません。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。